ーリン、面白いことになってる。カオリン、カオリン、シャを言っている。カオリン、カオリン、はい、はい、カオリン、はい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 、大丈夫、大丈夫。かおり、はい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 。何かおちゃんのまま怒ってるの？それではですね、よいしょ、これを、これをご用意しました。はい、これ、はい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 、こっちね、はい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 、さすが伝説のブラシ。これならいいのかい。ケージの3階のハンモックでは手で触らせていただけませんが、伝説のブラシなら OK だそうです。これでもアンズちゃんもシオンくんもラブくんもチャコちゃんはそうでもなかったかな。なんか同じようなことを繰り返しているような気がしています。じゃねー。はい、メルカリで1000円で買った、トランシーバーですね。これは、ジャンク品ですということで、我が家の同じこれですね。これだいぶ使いました。だいぶ使ったものが、1メーターしか、の距離でしか通信できない、どっちかですね、片っぽが聞こえなくなっちゃったので、この部品用として、まあ、自分で直せるかどうか分かりませんが、購入しました。そうしたところですね、分かりますか、これが今まで使っていたやつです。ボロボロです、こんな感じね。それが分かりますでしょうか。もちろん、これはね、何十年も前のものなので何もせず置いといたとしても劣化します。ほとんど使わないまんま、劣化した感じのものですね。なので、売ってくださった方はこれはまあもうボロボロだしっていうことだと思うんですけれども、うちにとってはこれが新品になったようなものです。先ほど電池もね入った状態で送ってくれたので、多分入れてくれたんですね、きっとね、新たにね。ということは電池代なのかな、うん、単4、4本の電池代がかかった状態だから良心的ですね。じゃないとだってこれそのまんまだったら絶対液漏れしてるはずなので、アルカリだったらね。ありがとうございます。匿名で届きましたので何さんか分かりませんが、ありがとうございました。そしてこれはもうこのまんま使えるということが分かりましたので、明日からこれをつけておじちゃんとおばちゃんが街を疾走します。こっちの古い方はこれが壊れた暁にジャンク品の部品として使います。はい、ということで報告でした。じゃあカオリンちゃん、自分でちゃんと帰ってくれるんであればお出ししますけれども、いかがでしょうか。どうしますか。まずじゃあここでなでなでしましょうか。はい、はい、よしよし、いいよ。はい、シャージありません。カオリン、シャじゃないからね。はい、いかだね。いかいか。
シャー言わないと気持ちがいいでしょ。シャーを言うとなんか心がすさむでしょ。はい、どうぞ。出ていいよ。どうぞ。はい、かおりんさん。カオリン、そっち行きましたのでよろしく。はい、あとは自由に振る舞ってください。いいですよ。はい、ぽっちゃん出動しますね。ぽっちゃんって変だよね。こういうなんかさ、高いやつ。そうだね。なんかちょっと色の上に乗っかって、うん、半分乗っかった状態でくつろぐね。やっぱりポンちゃんが好意的だね。そうだね、うん、大概ハンズちゃんもラブシオも恐れてたけどね、うん、やってはいないんだけどね、うん、なんかね、ケージの中にいる時から少し鼻中っぽいことしたりとか。そっか、やっぱり白い猫は神の化身かしら。キツネ様なんじゃないの？はい。カオリンはこの猫じゃらしでケージに戻りました。ご飯だよで戻してないんですけれども、たまたまこれで遊んでたら戻ったので扉を閉めてみました。まだまだちょっと慎重にね、毎日練習ですから。
ただ騙されたって思ったかな。まだちょっと遊び足りない感じになってる。ね。はい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 、また例によって大騒ぎです。お腹がすくとシャを言います。はいはい、お腹チュキチュキちゃん、アンズちゃん、あ、じゃないカオリンちゃん、はい、はい、お腹シュキシュキカオリンでしゅ、はい、ね、ご飯が来たね。うん、カオリン、ご飯です。ちゃんとね、カリカリも食べましょうね。よしよしよし。落ちてる。ごめんなさい。うん、そうだね、カオちゃん。おしっこしゅー。おしっこしゅえい、スリッパ履かせて、スリッパ履かせて。